ク、うん、ハシントルクのところ、ハシントルク22行目、うん、ハシントルク、これあこれ、はいはいはい、不是很理解他起这个问题的意思是吧？就是他起的扭曲什么，比如说零吸气压力扭矩，我们不是很懂它是什么状态。哎，对对对，这个什么公告我们不是很理解。発信一番左側、うん、はいはい、発信トルクのゼロブーストトルクっていう状態ってどんな状態かよく理解できていないようですが、うん、あのこれはこの 2.5 リッターで、まあ、この問題が初めて分かったっていう、まあ、あの3リッターの時もね、あと 46H も一緒なんですが、減速トルクと発進トルク、ゼロブーストトルクが同じ数字になっていました、ずっと今までも。でこれっておかしくて、減速トルク旋回転は全負荷のトルクで、発進トルク、ゼロブーストトルクというのはターボの荷給が、かかってない状態での、まあ、言うなればエンジンの排気量に、の力だけで出せるトルクがこの発進トルク、あ、ゼロブーストトルクです。ターボがかかってない状況で出せる力、うん、あのこの全負荷トルクはアクセル全開ね、あの旋回転で、まあ、いわゆる全負荷の性能だけども、この発進トルク、ゼロブーストトルクは、車が発進する程度の力というか、まあ、ターボのブーストがかかってない時のトルクがこれです。条件が違うってことだよね、21と20、イエス、就是21和22项，一个是低速的扭矩，一个是启动的扭矩。他后来回去看资料，发现 46H 好像全部都是这样写的，写其实是错误的。但是一直咱们没有注意。22番は条件が違うのにもかかわらず、こっちから出してる数字がどっちも一緒だから。就是那个低速的扭矩，就是油门全开全负荷的那个扭矩嘛，就是1000转的那个扭矩。但是那个启动扭矩，就是其实是像我昨天跟你说的那样子，就是那个增压器没有工作的时候，起步的时候，起步但是增压器没有工作的时候的扭矩，零增压。これね、だからこの 2.5 リッターだけじゃなくて、よく見たら他の今まで監査してたやつも同じになってましたね。だから間違えてんだね、ここね。ずっと。不单单是这个2.5，其他的不管是三升也好，四六 H 也好，好像全部都是这两项目都写的是一样的，但事实上他们的状态是不一样的，所以数值应该也不是一样的，好像都有问题。以前没注意到。不，它这个地方就是以前这个模板哈，是武生提供的，然后它是4K，就是600倍博士的时候，他给我们提供那个样板，他给人这两项啊。也是一样的，就是我们就是认为这个东西是不是？他就是说那个也是错的。也是说法，因为他那个当时是他们提的，就提供一个模板嘛。数据也是他们提供的。哎，对对对对，因为我们当时没600倍博是他们开发的嘛，所以就我们就这个理解就是认为。所以大家当时都可能都没。最初の最初はそのデータはあのサンプルは伊豆津からあの提示してもらったもので、それは一緒だなとあのまあ勘違いしてそのままずっと。そういうふうには理解しましたが、多分、うん。だから21と22で条件が違うから、本当は違うはずなんだ。うん、だからこの今までも間違えていたんだけども、この 2.5 リッターで改めてこのゼロブーストトルクの数字をいくつにしようかっていう議論が必要であれば、あちょっと相談というか。数字決めなきゃいけないですね。長谷川さん、これね、決めないとまずいですね。ねえ。あの、発進性にもろ効いちゃうんで、ダメですね。ねえ、うん。今までの3リッターとか46H もみんな、これ、同じ数字で入ってたんで。まあ、多分、3リッター